はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日は定期テスト対策ね、小鉄物語、泣き人を小振るというところね、解説していきたいと思います。まずなんですけども、見御左家というね、お家がありました。藤原の年なり、春勢とも言ったりしますけども、そしてその息子、貞家、定価ですね。そしてため家というねえ、3人なんですけども、え彼らは後藤番院というね、えー、天皇、そしてその引退したとのね、院ですね、に調和 された歌人ですまず、年なり、春勢に関しては、潜在和歌集という直線和歌集に携わっております。そして、定歌はですね、新古今和歌集、えー、新直線和歌集というね、直線和歌集を実は2つも作っているという、もうほんと歌に関しては、天才の家系という形になりますが、えー、春勢定歌に関してですね、今日は話を見ていきたいと思います。 春贅、えー、年なり。まあ、どちらでもいいんですけども、まあ、春勢って読むことが多いかな。の家は、五条室町にてありしなり。過去の助動詞の木の連帯形に断定の助動詞のなりですね。 なので、春勢の家は五条室町にあったと。定下を母に遅れて後にというふうになりますが、ちょっと緑で色を変えている部分というのはテストとして問題に出るんじゃないかなというふうに予想している部分なので、チェックお願いします。ここの遅れて意味としてはですね、先立たれるという意味になるので、定下ですね、これお母さんに先立たれた、つまり死別した後にということになりますよね。で、春勢のもとへ行きて見、みはべり、 しかばというはべうりますハベリは丁寧語なので作者から読んでいる読者に対するものとそして過去の助動詞キーの依然形ですね過去の助動詞のキーの依然形です父春勢の家に行って見てみますとという感じですね秋風吹き荒らしていつしか春勢もですね秋風が吹いて荒廃し早くも春勢もという感じなんですが 秋という季節感というのは寂しさだったり悲しさだったりっていうのを表現することが非常に多いので、まあ現状物語とかでもそうなんですけども、物語で秋という風に季節が設定されている場合というのは、 悲しい、寂しいというイメージを持って文章を読んでもらえればと思います。心細き、ありさまに見えはべりしほどにというふうになってますね。ここね、丁寧語を使ってます。またね、作者から読者、そして過去の助動式の連体形というふうになると、心もとない様子でいるように映りましたのでというふうになってるんですが、なぜ心もとない様子でいるように映ったのかという感じですね。春税が心もとないのはなぜなのかというふうに問題が出てくる予想が立てれ ますね定下の一条峡谷の家より父のもとへですねその後定下のね一条峡谷の家から父のもとに和歌を送りました玉浦の梅雨も涙もとどまらずですね玉浦というのはどういう意味ですかというふうに問題で聞かれるかもしれませんしばらくというふうに答えれるようにしておきましょう梅雨も涙もとどまらずに散ることよという話になります 泣き人こ降る宿の秋風というね。泣き人を恋しく思うこの家で秋風に吹かれて、梅雨も涙もとどりま、とどまりませんという風な和歌を読んだわけですね。と、読みて、使わされしですね。使わすというのは尊敬語ですね。今、ね、送るという意味になるので、この和歌を送ったのはですね、定歌ということになるので、定歌に対する尊敬語という風になります。 で、例はですね、ここ、えー、尊敬というふうに取ってあげてもいいかなと思います。そして過去の助動詞キ金の連帯形ですから、と呼んで送られたのは、という感じですね。 哀れさも悲しさもいる限りなくですね。哀れさも悲しさも、そしてその再現がなくですね。もみに猛だる歌様なりというふうになってますね。これ、断定の助動詞のなりというふうになるので、もうね、悶絶するばかりの素晴らしい歌ぶりであると。玉揺らはしばしということなりというふうになってますね。 これで断定の助動詞をなり使ってるんですけども、ここで玉浦という言葉の意味をちゃんと説明してましたね。玉浦というのは少しの間ということだと。末に秋風を置きたるまでですね。置いているというね。まあこれ、あの、和歌の表現、最後秋風で終わってますよねっていうことですね。 最後に、秋風という言葉をね、置いたことまで。あれりに身にしむにですね。しみじみに心、神経にね、こう、染み入ってくる。泣き人、古るとあるもっていうね。亡くなった人を、か、悲しいなぁ、恋しいなぁと思うっていうことですよね。それも、悲しゅう聞こえたるなりですね。実に悲しく感じられるのであるというね。官僚の助動詞に断定の助動詞を使っているという形です。 そして、春税の変化にということですね。お父さんの春税から返事がありました。秋になり、風の涼しく変わるにもですね。秋になり、風が涼しく変わったのにつけても。涙のついぞ。死のに散りけるというね。これ、英単の助動詞というふうに取ってあげましょう。過去、英単の助動詞なんですけども、和歌の中でね、蹴りっていうのが使われている場合というのは、英単という意味で取ってあげるのが綺麗だと思います。 涙が梅雨のようにしきりに散るのだというね。お父さんも同じように、悲しみによって涙というものが止まらないような和歌を読んでおります。と、すげなげに読めるがですね。これ、官僚、えー、存続の助動詞のりになりますね。官僚存続の助動詞のりっていうのは、左辺の未然形、四段の依然形というのに接続します。左辺の未然形はせ、四段の依然形はえですね。どちらもええという音にくっついていくので、 と、そっけなく、読んでいるのが、とか、読んでいたのが、というね。まあ、これ、完了でも存続でも、どっちでもいいかな、と思います。正直、僕、個人はね。まあ、一応なんか、読んだというふうに、官僚で通ってみたんですけど、ちょっと現代語訳を存続っぽくしてしまってますね。<laughs> ま、どっちでもいいかな、と思います。なんとも、え、心得ぬ、なり、ですね。えっていう言葉は、打ち消しの助動詞とか、打ち消しの意味の言葉とくっつくと、不可能というふうになるので、心 揃えることができないという風な訳になりますよね打ち消しの助動詞図の連体形になっているので連体形に接続するなりというねこれは断定で取りましょうと何とも理解ができないのだという感じですねなのでここでねこの文章を書いている人はですね春勢の歌に関してはちょっとそっけなく読んでるのが理解できないなという風になってるんですよね 先ほどの定イの歌に関しては、悲しみや哀れさというのがもう身に染む。心に入ってくるまでしみじみ感じられるんだけど、春勢の歌に関してはね、なんでこんなそっけなく読んでんのかなというふうに理解に苦しむわというお話をしてるんですが、実は、えー、理由があるみたいです。定イは母のことなれば、哀れにも悲しむもですね。しかし、 成果は自分の母親のことなので、あまりにも悲しくもというね。このなれば断定の助動詞になります。見ようも見て読めるは断りなりというふうになってますね。このルーはですね。官僚存続の助動詞の理ですね。ええー、という音にくっついてるんでね。で、断りなりというのは道理だ。最もだという意味の単語として理解しておきましょう。 悶絶するように読んでいるのは当然であると。で、春勢は我が女房のことなりですね。断定の著動詞になってます。春勢は自分の妻のことであり、 我が身、はや、老体になれば。これも断定の助動詞ですね。自分自身もですね、もう老人なので、味気なし、悲し、など言いてはですね。今更、やるせない、悲しいな、などと言ってはですね。似合わねばですね。打ち消しの助動詞図の依然形です。なので、不釣り合いなので、まあ似合わない、自分には合わない、そぐわないってことですね。ので、 ただ、折、秋になり、風の涼しく、という風にね、季節が秋になり、風が涼しくと、なんと投げに言える、ですね。官僚存続の助動詞の理です。なんともないように言っているのが、なんとも覚えず、打ち消し、首相なり、という断定の助動詞。 変って何も思いつかないほど感動的なものなのであるというふうになりますね。なので、これね、定価のお母さんが亡くなったということは、春税っていうのはね、定価のお父さんに当たりますから、当然奥さんを亡くしたことになるということですよね。だから母親を失った悲しみというものを定価は非常にうまく表現している。それに対して、春税の方は自分の奥さんを失ったことになるんだけど、 プラスですね、自分自身がかなり年齢のいった老体だから、低下と同じような感じで、 味気なし、悲しいなとかっていう風に表現するのは、やはりちょっと似合わないだ、似合わないなと思ってですね、ちょっと表現を変えた悲しみ、辛さみたいなものを表現したということになるんですよね。なので、ここ、最後ね、ちょっと緑で色を変えてますが、折り秋になり、風の涼しくという風に表現したのは、なぜですかという風に問題が出てきたらですね、先ほどの前の部分ですね、 ここですね。我が身、早、老体なれば、という風うに書いてある部分ですね。自分自身というのはもうすでに老人、年老いているので、味気なし、悲しなんていうのは、なかなか自分には不釣り合いな言葉だと考えたから、という風うに答えてあげれば、OK だと思います。はい。ということで、本日は小鉄物語というね、和歌の世界では非常に有名な、春勢定家という親子について取り上げていきました。テスト勉強の 参考になればですね、高評価、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、テスト勉強頑張って古文はエンタメだぜバイバイ